こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。今回は秘宝、韓国現代自動車が43万台のリコール、エンジン火災が発生する可能性、韓国の反応というタイトルのニュースを届けたいと思います。それでは韓国メディアのニュースとネットの反応を見ていきますね。いつも温かいコメント応援ありがとうございます。皆様のおかげで頑張ってます。今回も最後まで見てもらえると嬉しいです。それではニュースの詳細です。現代自動車が約43万台近い車両についてリコールをすると、 AP 通信が7日現地時間報道した。アンチロックブレーキコンピューターに水が入る可能性があり、これによって電気のショートが発生してエンジン火災が発生しかねないという理由からだと AP は伝えた。リコール対象は2006から2011年に生産されたエラントラと2007から2011年に生産されたエラントラツーリングだ。リコールは今年4月3日から始まることが分かった。現代車の関係者は連合ニュースに、リコール対象はグローバル市場で過去に発売された車だと話した。現代車はエンジンが止まった状態で火災が発生する可能性はあるが、火災発生の割合は極めて低いと明らかにしたと AP 通信は伝えた。また現代車は米政府に提出した文書で関連して3件の火災の報告があるが、死傷者は発生していないという報告をしたと AP 通信は付け加えた。それではネットの反応です。 YouTube を見ながら作っている車は品質が悪いね。輸出向けは国内向けより質がいいのではなかったの？43万台のリコールなら損害も大きいだろう。だから労組のいる国内ではなく海外に生産ラインを移しましょう。過去の車両であれ、43万台は膨大な数字だ。国内で稼いだお金を海外に捧げてしまうのですね。もう現代自動車には乗らないことにした。こんな古い車をリコールするの？どうでしたか？さすが YouTube を見ながら車を作っている企業ですね。粗悪品しか作れないのですね。工場閉鎖もしていますし、そのまま企業も閉鎖してはいかがでしょうか？最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。